はい、こんにちは、レトスノーノです。5月6日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。試験まで残り、5ヶ月ほどとなり、不安とプレッシャーに負けそうな時もあると思います。この不安とプレッシャーっていうのは、試験が終わるまでずっと続きます。どれだけ勉強しても、これは避けることができないんですね。なんで、うまく付き合っていく必要があります。不安でどうしたらいいかわからない。だから勉強が手につかない。このようなマイナス思考では合格できません。不安。だからこそ、これまで以上に勉強しよう。このようにプラスに考えていきましょう。考え方によって行動は変わります。行動が変われば結果も変わってきます。今年の合格目指して、今日も一日頑張っていきましょう。それでは本日の3問に入ります。A が A の被用者 B の行為につき、C に使用者責任を負う場合は、C の B に対する損害賠償請求権が消滅事項にかかった場合、A は事項援用することにより C に対する損害賠償義務が消滅する丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは×ですね。 A が使用者で B が被用者、 A が会社で B が従業員といったイメージですね。で、 C が被害者という状況です。で、使用者責任が認められる場合、被用者と使用者の損害賠償責任は連帯債務の関係にあるんですね。つまり、被用者も使用者も被害者に対して全額の損害賠償義務を負うんですよ。で、たとえ一方が消滅事項にかかったとしても、それによって他方の債務は事項によって消滅はしません。つまり、C の B に対する損害賠償請求権、これが消滅したとしても、つまり B さんの債務がなくなったと、事項によってなくなったとしても、A さんの債務は事項によってなくなるってことはないんですね。つまり A は損害賠償義務消滅しないんですよ。したがって誤りだということです。そしてこのレベルの問題が合否の分かれ目になると言える問題です。このあたりをしっかり理解しておくと合格につながりますし、逆に理解できていないと類題で失点してしまって、不合格の仲間入りになってしまいます。なので、しっかり理解をしておきましょう。で、今回は無料なので、理解の仕方まではお伝えしていないんですけども、理解の仕方まで、ぜひですね、頭に入れておきましょう。調べて頭に入れるってことまでやっておきましょう。で、個別指導については理解の仕方までお伝えしておりますので、受講者専用の、メルマガから理解の仕方をご確認ください。では、問2です。不正手段により、免許を受けた者は、300万円以下の罰金もしくは3年以下の懲役またはこの刑科に処せられる丸か×かという問題です。答えは丸ですね。不正手段により免許を受けた者、無免許で宅建業を営んだ者、名義貸しをした者、業務停止処分に違反した者、この4つに該当するものっていうのは、300万円以下の罰金もしくは3年以下の懲役またはこの刑科、この刑科っていうのはどっちも受けるってことですね。このどっちも処せられます。したがって答えは丸です。で、ちなみに、もし、宅建業者法人だった場合っていうのは、1億円以下の罰金になりますので、この点もですね、合わせて覚えておきましょう。で、問3ですね。宅地造成工事規制区域内において行われる、宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、当該工事の計画を変更しようとするときは、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない丸か×かという問題です。で、答えはこれ誤りですね。工事の許可を受けた後に工事の計画を変更するときは原則知事の許可を受けなければなりません。今回の問題っていうのは許可ではなく届け出になってますね。これが誤りだということです。ただ例外的に軽微な変更であれば知事に届け出をするだけで大丈夫です。で、問題文はきちんと読みましょう。この解説を一回読んで、どういうことってもし思ったのであれば、それは問題文理解できていない証拠です。つまり、理解学習の重要性が分かっていたとしても実践できていないということなんですよね。で、実践できていないと実力は上がらないので、ちゃんと理解学習を実践していきましょう。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。まだチャンネル登録していない方は、上のチャンネル登録ボタンからぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。